こんにちは今日はプリウスのインバーターを分解しますこちらが本日分解するプリウスのインバーターですプリウスは結構長いシリーズで今現在までで4代目まで出ています今日分解するインバーターなんですけども3代目のプリウスのインバーターです30型プリウスっていうやつですねそちらを分解していきます分解を始める前にまず外装から見ていきます この正面の部分に穴が3つあるんですけどもここにはケーブルを接続すするための端子が入っていますこちらから順番にバッテリーを接続してこちらにはジェネレーターを接続してこちらにはモーターを接続しますこの箱の中で何をしているかというと電力の変換をしてあげます例えばモーターを回すためにバッテリーから電気をもらってきてでインバーターを通してでモーターを回してあげるとか。 あとはこちらのジェネレーターからま発電された電力を持ってくるわけですけども、その電力をバッテリーに充電したりだとか、あとは発電した電気を使ってモーターを回してあげるとか、そういったことですね。他にはこちらの部分にキャップがありますね、こちらと、あと反対側にもう1つキャップがついてますね、これ外すことができて、穴が開いていて、この中に冷却水を通します。 まあ片っぽから冷却水が入ってきてで片っぽから冷却水が抜けていきますで1つ豆知識があってプリウスは冷却系統2つあります1つ目はエンジンを冷却するための冷却系統で2つ目がこちらのインバーターを冷却するための冷却系統ですでなぜ冷却系統が2つに分かれているかなんですけどもその答えは簡単でこちらのインバーターが熱に弱いからですでこちらのインバーターの中に半導体部品が使われています 半導体は熱にに弱くて105超えないいように使いますでエンジンの冷却水をそのままこちらに流してしまうとどうなるかというとエンジンの冷却水は温度が高くなると100度以上まで上昇することもあります、まあ、その非常に高温の冷却水を通してしまうとこの中の部品が壊れてしまいますなのでエンジンとは別の冷却系統を用意してあげてこちらのインバータを単体で冷やすということをしていますちなみにラジエーターも2つあります エンジン用とインバーター用です。ということで早速分解しますこちらの周りの部分も止めているボルトがたくさんあるんですけどもこちらの方も取り外します。 分解しているときに何か外れないなって思ったんですけどあの2箇所ですねここに蓋みたいのがあってでその蓋を開けて中のボルトを外さないとこれが取れないようになっていました、まあ、なんで頑張ってこれを外そうとしていたんですけども、まあ、中がちょっと壊れただけですけど、まあ、外すことができましたとりあえず蓋を外すことができましたもともとこれはどういうふうに蓋がついていたかというとこういうふうについていて でこれを外した状態がこうですねでこちらの蓋の裏側に黒いなんか物体がついているんですけどこれはキャパシタですこの蓋を外す時に無理やり引っ張ってちょうどこの部分のところが壊れてしまいましたがまあ問題ないですね取れましたでこちらがキャパシタですでかいですね、まあ、フィルムキャパシタだと思います こちらの裏面にパナソニック製で Made in Japan って書いてあります。でフィルムキャパシタですねこれはで。静電容量も書いてあります。この中に3つフィルムキャパシタが入ってるみたいです。全部直流で750ボルトの880マイクロファードで、次が470ボルトの315マイクロファード、最後の3つ目が860ボルトの0.562マイクロファードです。 でおそらく 470V315 マイクロファードのフィルムキャパシタは、これはバッテリー電圧のまあスムージング用のキャパシタですねで。で他の 750V と 860V のキャパシタがあるんですけど、これは DC-DC DC コンバーターで昇圧した後のまあスムージング用のキャパシタと、あとフィルター用のキャパシタですで。こちらのキャパシタの横にこのような白いのがついているんですけど、これは抵抗ですね。1 3 6 k オームの抵抗です。 キャパシタのの放電用の抵抗としてて使われていますでこちらの本体側には基板であったりあとはこちらの下の方を見てみると分かるんですけどいろいろな半導体がこの中に詰まっています。で電子基板の表面にこんな感じで「トヨタ」って書いてありますね。でそのすぐ横にあるこちらの IC なんですけども「トヨタ」と印字してありますで。基板の上には IC が何個か載っています。このの基板の上だけで1 2 3つの IC が載っていますよく見てみるとこちらは NEC 製の IC ですでこちらにある IC はこのロゴに D と書いてありますがこれはおそらく電装のロゴですねで IC 以外にもこういったまあなんか電子部品が使われているんですけどもこちらは東芝製の IC ですロゴが東芝ですねなので部品全体で見てみても結構な数の日本製のメーカーの部品が使われていますこちらの裏面も見ていきます 裏面がこんな感じになってますね。で、ここに銅線がたくさん巻いてあるのがあるんですけど、これはインダクタです。プリウスのバッテリー電圧は200ボルトです。で、その電圧をそのまま使わないで DC、dc dc コンバーターを通して650ボルトまで昇圧しています。で、これはその昇圧回路の中で使われているインダクタです。で、そのインダクタのすぐ横にこちらに黒いなんか四角い箱みたいのがあるんですけど、これはフィルムキャパシタですね。これも多分。 あ、パナソニック製ですね。メイドインジャパンって書いてあります。2つともパナソニック製です。で1つは DC900V の0.8マイクロファード。もう1つが DC950V の0.562マイクロファードです。まあ、これは完全にフィルター用のキャパシタですね。であと、インダクタはものすごく大きいですよね、これ。まあ、なんかだいたい3分の1ぐらいの大きさを占めてます。 インダクタは重くてでしかも値段も高いので、まあ、これはなるべく小さくしたいところですね。でこちらにも回路があります。でこれはおそらくあのバッテリー電圧200ボルトあるんですけどそれを室内用で使う12ボルトの電圧にま高圧するための回路ですね。こ,この部分にインダクタがあってでこの部分にまあなんか制御回路だとかそういうのがあります。 ここの基板であったり、まあこういったま白いプラスチックの部品は外すことができるので、これをですねもう少し分解して中身を見ていきます。ボルト類を全部取り終わってこんな感じで外せました。この基板もネジ止めされていて外せそうなので外してしまいます。この基板の下に半導体のモジュールがあるんですけど、それと基板がつながってて基板を浮かすことができないので。 もうその基盤とつながってる足を切ってしまいます。見えますかね？この部分がプリウスのインバーターの心臓部です。半導体の部品がここにあの敷き詰められています。 これが IGBT モジュールです。中にたくさんなんか銀色のやつが入ってますけど、それが IGBT です。ちょっと拡大してみます。これが拡大したところです。IGBT 単体ですね。この表面になんかゼリーみたいのが入ってるんですけど、これは風刺材といって、まあ絶縁を高めたり放熱性を高めたり、ゴミが表面にくっついたりしないようにするための材料です。 でこちらの方に何か太い線がありますけど、こちらにメインの電流が流れます。実際にモーターを回したり発電したりする時のま電流が流れるわけです。このモジュールの中にたくさん IGBT が入っているわけですけども、それぞれ違うところで使われています。こちらの4つの IGBT については、バッテリーの200ボルトの電圧を650ボルトに昇圧するときに使われている DCDC DC コンバーターの IGBT です。まあ4つ使われていますね。 多分2並列なんですかね DC-DC DC コンバーターについては IGBT2 つあれば動作するんですけど IGBT が4つありますね多分こちらとこちらで並列にしてでこちらとこちらも並列にしている多分そんな感じですでこちらに6個 IGBT がありますがこれはジェネレーターに接続される IGBT ですね先ほど取り外した端子がこの部分にこういう風に繋がっていて でここからジェネレーターの電気が来てでこの部分で整流されるっていう感じですねそのさらに右戸内に IGBT が今度12個ありますねただこれも2並列で使われていて結局スイッチとしてミーるを6個の IGBT がありますこれはモーターを回すためにインバーターが必要なんですけどもそのインバーターのところに使われている IGBT ですまあこういうふうに端子があって 交流電圧を作ってあげてモーターを回すんですけども、まあ、そこに使われている IGBT です。でジェネレーターの IGBT と違って2並列になってますね。でモーターを回す時には結構大電流を流すので、まあ、それに耐えれるだけの電流容量を確保するためにこういうふうに2並列にしています。でジェネレーターの方は並列とか特にしてなくて1つだけですね。 でモーターを回したりあとジェネレーター側の電気を充電したりあとは DC ・ DC コンバーターでバッテリーの電圧を昇圧したりするときに基本的にこの IGBT が動作するわけなんですけども IGBT が動作すると発熱しますこれ全体が発熱するんですね。でその熱を逃がすためにここに冷却水を通します。で実際このモジュールのすぐ下にウォータージャケットがあってでこの熱をですね、まあ、効率的に逃がせるようにしています。 どういうふうに冷却しているかもちょっと見てみたいのでこのモジュールも外してしまいます。こんな感じで外れたわけですけどもこの IGBT モジュールとこちらのウォータージャケットの部分ですね熱交換器の部分についてはかなり強力に接着されていて取り外すことができませんでした。こちらの裏面の部分にですねグリスがたくさん塗ってあってでこちらの先ほどのですねインダクターがあると思うんですけども インダクターと。まあその他の部品を冷やせるように。しています。なので、こちらに冷却水が通っていくわけですけども、単純に igbt モジュールを冷やすだけじゃなくてまあその他をですね。まこういったインダクター類を冷やすためにも使われます。こっちにも放熱用のグリスがべったりとついています。 こちらのインダクターの部品がある面も少し詳しく見ていきたいので、もうちょっと分解します。なんか変圧器っぽい部品が取れました。これです。見えますかね。テープで。コアが。固定されてるんで、そのテープを切って。中を見てみます。これは変圧器ですね。こういうふうになってます。 でここにグリスが塗ってあるんですけどこれは冷却水で冷やすためにこういうふうにグリスが塗ってありますでこれは2次側の巻線ですですすこれが、えっと、1次側の巻線ですね多分 200V 系ですかねでこれが変圧器のコアです時速を介して電圧を変換するのが変圧器なので、まあ、こういうふうに磁性材料を使ってまあ電圧を変換してあげると それにしてもも次側のの線がすすごい太い太ですね、まあ、確かに 12V の方はものすごい電流が流れますから、まあ、こんくらいの太さはまあ必要なのかなという感じですね。でこちらの基板をですねさらに外してしまうとさらに半導体の部品がこちらにくっついているのが見えると思います。これが一次側の、まあ、変圧器の一次側をスイッチングする部品でこれは変圧器の二次側の整流用のダイオードですね。 で二次側には大電流が流れるのでかなりの数の大容ドを並列に接続してあげてます、はい。というわけで今日はプリウスのインバータを分解しましたこんな感じでいろいろ電子回路とか思ってよりたくさんの部品が入っていたっていうのがまあ感想ですねこういった電子回路の基板とかだけじゃなくてまあ大電力を扱うこういうふうな ま IGBT のモジュールであったりあとはこの裏面のインダクターであったりでこの半導体部品を冷やすための冷却であったりまあ、そういったのがぎっしり詰まっていてまあ、分解していて非常に面白かったですねあとこういったところの大電流が流れるところのこの導線の配線っていうんですかこのレイアウトの設計だとかまあ、そういうのも見てて面白いですね。 まあこういういのを見てて面白いですしあと設計するの大変だったんだろうなとか思いながら分解していました。というわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それででは最後まま動画のごご視聴ありがとうございました